も英語がバカ伸びる英文法勉強法というテーマについて紹介しようと思います。突然ですが、僕は昔友達に、前から思ってたけどお前って文法めちゃくちゃだよなと言われて以降、人前で英語が話せなくなってしまったんですが、ってことで今回はそんな僕でも英語がバカ伸びた英文法勉強法について紹介しようと思います。それでは行きましょう。まず結論から言いますと、英語がバカ伸びる英文法勉強法は、文法書一冊をマスターするってのが一番の近道でしたね。具体的な方法は、1、まずは自分が持ってる文法書の問題を解く。2、解説を読んで理解する。3、例文を音読する。4、その文法を使って自分で文章を作ってみる。ほんで最後はこの1から4をひたすらに繰り返すって感じですね。ポイントとしては、 O を V させるとか、 S が O を C に V するみたいな文法事項の丸暗記ではなく、その文法が持つ意味をイメージとして覚えるっていうのが重要なのと、実際に文法を使って自分で文章を作ってみるっていうのが大切ですね。僕は高校時代、学校で配られたヴィンテージという文法書を使っていたのですが、自称進学校あるあるの週明け抜き打ち文法テストに怯え続けていた僕は、毎週先生から言われた範囲のヴィンテージの問題を解きまくっていたら、気づいたら文法問題の答えを順番で覚えてしまうという意味のわからない状況に行き着きまして、そのおかげで文法テストを毎回武装していたのですが、蓋開けてみたらセンター英語で大失敗して見事に浪人しました。つまり文法は自分の頭で理解して、それを自分で使えるようにならないと身につかないんだなということを人生をもって学びましたね。ちなみに僕が今まで使ってきた文法書を紹介すると、まずは高校時代に使っていたヴィンテージですね。正直この文法書については全くいい思い出がないので、今回は紹介のみにさせていただきます。そしてこれは河合塾で浪人していた時に使っていた成川先生という英語講師の方が出版された英文法アウトプットですね。この文法書はただの文法問題だけでなく、文法ができた仕組みや背景、そしてイメージを図で持って説明してくれてるので、めちゃくちゃドハマりしましたね。正直今の僕の英語力はこの文法書で成り立ってると言っても過言ではないので、これはマジでおすすめです。ほんでこれは留学前に買ったイングリッシュグラマー・イン・ユースという文法書で、英語界隈の人がこぞって絶賛する英語を英語で学べる最強の文法書ですね。しかし正直な話、そもそも当時の僕の英語力がクソすぎて、英語を英語で理解するということに支障をきたしまくり、結局最初の2ページで挫折してしまいました。でも多分めちゃいい文法書だと思うんで、おすすめです。で、あと僕は使ったことないんですけど、1億人の英文法っていう文法書もいろんな方が使っててめちゃいい評判を聞くので、割とおすすめなんじゃないかなとは思います。正直文法書に関しては、とりあえず何でもいいので自分がこれと決めた一冊をボロボロになるまで使い倒すというのが英語上達の一番の近道かなとは思いますね。そしてここからは、英語がバカ伸びる英文法勉強法の中級者向けの勉強法について少し紹介させていただきますね。それはチャット GPT 文法添削法という勉強法で、結論を言うとこの方法では、自分が作った英語が本当に正しいのかどうかというのをチェックできます。使い方としては、1、文法書で学んだ文法を使って作った文章を入力する。2、これ文法的に合ってる？と聞いてみる。3、出てきた回答と自分の文章を照らし合わせて文法事項を確認するって感じですね。僕自身根っからの完璧主義者でして、正しい英語じゃないと気持ち悪いなというクソめんどくさい性格なので、これ正しいのかなと少しでも不安を感じたら、チャット GPT 君にぶち込んで英文法の確認をしてますね。あとはハロートークにぶち込んでネイティブに添削してもらったり、海外YouTube を見てネイティブの名前英語から逆輸入するっていう方法もあるので、結論、自分に合った英文法勉強法を見つけてやってみるのがいいと思います。ってことで、ここまでは英文法勉強法についていろいろお話ししてきましたが、文法を勉強する上で僕が一番大切だと思っているポイントは、文法を気にすぎないってことで、オーストラリア留学前の僕はとにかく英語を話さないとってことで、大学にある留学生と交流できる英会話カフェみたいなところによく通っていたんですが、周りと比べて全く英語が喋れない中でも自分なりのベストを尽くしてなんとか会話をしていたんですが、ある日イベントが終わった後に、ある日本人の方から不意に、あなたの英語文法がめちゃくちゃで聞いてて嫌になる、もっと勉強してから来たらって言われて、その時僕の中で、あ、英語って正しく話さないといけないんだっていう風に思って、そっから英語へのハードルがガツンと上がったんです。ほんでそれ以降、英語を話すのがものすごく怖くなってしまって、そんなことしてたら留学が始まっちゃって、案の定英語は全く喋れず、留学1ヶ月目は部屋に引きこもらざるを得なかったんですが、そんな中同じ寮に住んでいた引きこもりの僕にいつも気さくに声をかけてくれる OG 友がいたんです。そんである日、その OG 友に思い切って、英語を話す時に文法を気にしすぎてうまく話せないんだって拙い英語で相談したんです。そしたら彼が、いやお前、文法ってのは自分の気持ちを相手に伝えるためのツールでしかないんだよ、だから文法が間違っていようがなんだろうが、お前の思いが相手に伝わればいい、もっと俺に話してくれよお前のことって言ってくれたんです。で、僕それ聞いてすっごい視野が開けた感じがして、今までなんて小さいことで悩んでいたんだと、英語ってもっとシンプルでいいんだと心の底から思って、僕その日からめちゃくちゃ実践
ちゃ遊ぶようになったんですよ。いや自分の気持ちが相手に伝わればいいんだっつって、とにかく全身でコミュニケーションを取るようになって、気づいたらこの YouTube も取るようになっちゃった。ってことで結論、英文法は多少間違っててもなんだかんだで相手に伝わるし、ネイティブも普通に文法をミスるし、なんなら完璧な文法を意識すぎてめちゃくちゃ変な英語になるくらいなら、文法は自分の気持ちを相手により正確に伝えるためのツールくらいの気持ちで、文法にとらわれすぎずコミュニケーションを意識して英語を話した方が結果的に英語がぐっと伸びていくと思うので、文法は勉強しつつも気にしすぎずのんびりやっていきましょうよって話ですね。で最後に、それでも文法気にしすぎて話せないよっていう人に一つアドバイスをするとしたら、僕は迷わずこう答えますね。